ヨアヒム・ビンケルホックは、ドイツ出身のレーシングドライバー。同じく、レーシングドライバーのマンフレット・ビンケルホックの弟で、あり、オイノ・マルクス・ビンケルホックもレーシングドライバーである。主に、ツーリングカーレースを主体に活動し、BMW との関係が深い。1990年と1991年には、ニュルブルクリンク24時間レースに、BMW M3 で参戦。 1993年からは、イギリスツーリングカー選手権に参戦し、参戦者年度の1993年には、BMW318 愛を借り、シリーズチャンピオンを獲得している。また、1994年と1995年には、シュニッツァー BMW から全日本、ツーリングカー選手権に参戦し、1995年には、優勝も経験している。 1989年の F1 世界選手権に ATS などから F1 出走経験のあった兄に続いて AGS から参戦したが戦力の低いマシンに足を引っ張られ7戦連続で予備予選落ちに終わり第8戦時点でヤニック・ダルマスに交代させられている。1999年のルマン24時間レースでは優勝を果たした。 日本自動車連盟国内協議結果検索ジェヴィンケルホックありがとうございます